藤原の道藤原の道は、平安時代中期から後期にかけての苦行。藤原北家、摂政大表大臣、藤原の道長の逸夫。官位は、十一位、関白、大表大臣、増将一くらい。藤原の道長の逸夫であったが、同母兄、頼道と同じく着手として扱われ、官公三年原服して、生後位下に直除され、自重に任せられる。 今日餌、この絵少将中将を経て、観光七年1三位に助せられ、ここでも、寄り道と同様に、若干十五歳で苦行に列した。観光八年生三位、昭和二年には、初兄、寄り胸を越えて、賛義を経ずに、十二位、県中納言に助任された。昭和四年生二位、官任三年生官の中納言であった、藤原光勢、藤原高井を越えて、 県大納言に助任されるなど、若年にして、急速な昇進を果たす。官人五年左大臣、藤原健康が没して、大臣の座が二つ空き、筆頭大納言の藤原さねが、右大臣に承認したと同時に、乗り道は、観光の四納言として知られ長く朝廷で、活躍していた大納言、藤原忠信と、県大納言、藤原近藤を超えて二十六歳で内大臣に、 承認する。かつて、父の道長から内大臣就任の示唆を受けた際、まずサネスケが昇進してから自らも同時に大臣に任せられ、サネスケの歩道を得て、大臣の務めを果たしたい旨を、乗り道は述べたという。内大臣となった乗り道は、高級対策に乗り出し、長言3年に、五一条天皇に対して、 長女、幾子の受大打診を創上し、天皇も受諾の意向を見せる。しかし、同母妹で、五一条天皇の中宮のであった、藤原武子が里りして、身を隠そうとする行為に出たことに加え、母、源智子による直接のいめや、兄、寄り道の反対意向もあって、受大は断念せざるを得なかった。五鈴木天皇が即位すると、 超略3年8月に寄り道の養女で、五鈴咲天皇の中宮のであった藤原賢志が死去し、皇宮は皇后、貞子内親王ただ一人の状況となる。ここで、乗り道はすでに26歳になっていた、育子時代の最後の機会と捉えたらしく、寄り道の強い反対と妨害を押し切って年末、押し詰まった12月に時代を強行した。時代に際しては、寄り道が、 最後まで反対して、連射を対応せず、乗り道は自前で連射を新しく作って準備せざるを得なかった。さらにより道への遠慮から受大に随行した、天上人はわずか5名という有りであった。ご朱雀天皇と幾子の仲はむつまじかったが、未公女を設けることはできなかった。また、天皇は幾子を立候補しようとしたが、より道が、石棺の娘でなく、 巫女を産んでもいないことを理由に反対したため、これも実現できなかった。時代の御霊勢天皇に対しては、寄り道に先んじて、永章二年に参所、漢子を受代させる。漢子は永章四年に、待望の巫女を出産する者の巫女は、即日没し永章六年頃からはあり、声援の相望がある落北の斧に老居してしまい、巫女,女に恵まれなかった。 関白職を獲得するまでの乗り道の人従、特に寄り道に対して従順であることは、ほとんど卑屈の域に達したと評されることもある。寄り道が、大乗大臣に昇進したことの祝賀に際して、左大臣乗り道は寄り道にひざまずいて、礼をしたという。これを聞きつけた、イボアニ、ヨシノブが、大臣ともあろう者がひざまずいて、礼をするなど聞いたこともないと批判した。 これに対しのり道は、自分は道長から、寄り道を父と思え、と言われたのだ。父に対する礼儀としてひざまずいて、礼をするのは、当たり前のことだ。義信は道長からそんなことを言われたことはないだろうと、死ぬまで剣大納言止まりで関白など望むべくも、なかった義信を逆に皮にったという。公平七年に、寄り道から、富士市長者を譲られる。

寄り道はのりみちへの関白職場とに同意し、4月16日にのりみちが関白に任せられる。この関白任命は五霊勢天皇在位中であるが、任命から3日後には五霊勢天皇が死去して、五三条天皇が戦争しているため、り道のりみちの関白任命は、神定即位に対応した人事である。なお、のりみちは三条天皇の娘、古内親王を皇室とし、 さらに息子、臣下の室に三条天皇の孫でその養女となった古内神皇を迎えていることなどにより、もともと三条天皇系の陽名門院、後三条天皇母子と乗り道の関係は、寄り道との関係ほど疎遠ではなかったとの説もある。また、後礼勢天皇の意向により、乗り道の関白就任の翌日十七日に、官氏が皇后に作立されている。 情報2年に80歳で死去。乗道の死後、子、信長は、重廷、諸ザネとの清掃に敗北し、大乗大臣としてくらい人心を極めつつも、実権を奪われて、失意のうちに没する。その子孫は苦行への昇進も叶わずに、乗道流は衰微した。御三条天皇は、藤原氏との関係が疎遠であったために乗道の時代に、 藤原節管家が衰退したとされているが、乗り道があり、寄り道との約束に反して、子・信長への関白上位を図ったことから、兄弟の不仲が深刻となり、寄り道の影響力を抑制したい、御三条天皇と乗り道の思惑が合致した、ことによって両者は接近する。映画物語には、御三条天皇が自己の主張を貫きつつも、乗り道との関係を重視したことが記されている。 そのため、寄り道の財政的な基盤を切り崩すために、御三条天皇が行った、遠宮の昇園制リレーの施行を、事実上容認したとも言われている。乗り道の日記は、二刀記と呼ばれるが、三逸し一部のみが伝わっている。また、舞を、終わり検治に指示していたという、日付イコール旧歴。ありがとうございます。